晴れた晴れた。ナグルミ城来たよ。どうも。行くよん。はい。ついにね、もうね、群馬のお城もうちょっとしかないよ。うん。うん。さあ行こう。ナグルミ城と。うん。もう待ちきれないから行こう。行きましょう。馬出しほら見て、ほら丸くなっててね、うん、もっとこう底がさこうしっかりしてて、馬出し反撃のためのね場所だから、敵がここから来た時に、向こうから来た時に、うん、ここからね反撃するんだよ、一気にダーッて出てってね、行こう、うん、すごいね、結構掘り掘ったより深かったね、うん、すごい軽い土塁だね、ちょぴっと。このね、名ぐるみ城なんだけど、うん、ここはね、俗百名城になってるんだよ、うん、なんで俗百名城っていうかっていうと、うん、あの超歴史で有名な、なんだっけあの、そう、小田原征伐の、うん、が起こるきっかけになったんだよ。豊臣秀吉が北条氏を滅ぼすきっかけを与えた城がここなんだよ、うん、へー、ここから始まったんです。すごいじゃん。そう、すごい、だから関東で、関東のお城の中でも、ここはやっぱりそんなね歴史上有名になることってなかったんだけど、うん、その出来事のせいでピックアップされたんだよ、造形百名城になったんだよ。どうですか、3の車です、3の車。どんどん行っちゃうんだけど、ストップストップ、みんな待って、順番にゆっくり見よう。お越しのようにね、この下行っちゃダメだよ。
て撃て撃て、ダダン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 。今6キルぐらいできた。ヘッドショットで6キルだね。さっき急いで登ろうとしたらそこでね転びそうになった。そこでズルってなった一回。うん。待ってすごいよ。おーすごい二の来るわ。ここねすごいね、前さ沼田城の時も動画出してるけど、うん、ここが本当にね真田と北条の境目なんで、この辺りがだそこのせめぎ合いがめちゃくちゃあるんで、うん、どっちが真田、ここが真田、うん、で沼田が北条みたいな、うん、まあ、逆沼田もここも真田って時もあったけどね、うん、そうなんだよ、だからねもう常にここは戦いの場所なんだよ、うん。ほらもう興奮してるでしょ子供たちも、うん、そのぐらいすごい場所なんだよここは。行こう行こう、あの上登れるよ。あーっまだまだ先こっち登ろう。なんか臭いね。臭い。ヤグラがあったんかね。ね、誰かうんちしてる本当。臭くないんだけど。あーすごい。レディー様。すごいね。うん。レディー様。すごいすごい。何言おうとしたか忘れちゃったよ。ここすごいね、大事な場所でね。うん、なんだっけな。子供たち見てなきゃいけないからさ。同時進行。全然さ、そうそう。なんだっけな。そうだそうだ、ここはさその北条にここを攻められたことがきっかけで、うん、トイレ、じゃあちょっと戻ろう。そうここがもともとは真田のお城だったんだけど、うん、北条がここに攻めてくるんですよ、うん、攻めてきたんだけど、うん、その城主の家臣を裏切らせて、うん、その真田ってあっち上田にいるじゃん、うん、でそこになんかこう嘘の手紙を送らせてでなんかこう呼び出し食らうわけさ、ここの城主が、うん、で呼び出し食らっていなくなった間に北条がこう攻めてきて一気にこう取っちゃうみたいな。へー。そうなんだけどその城主っていうのは気づいてすぐ戻って引き返してくるんだけど、まあ、取られちゃって間に合わなくて最後近くにあるあのお寺で、まあ、切腹するんだよ。腹なんだっけこのね、うん、自害しちゃうんだよ。その責任を感じてというかこの不甲斐ない自分になるんだけど、うん、その人はもう申し訳なさすぎて立ってやる。立腹しちゃうの、立腹ご立腹。そうっていうね、その伝説っていうか逸話がこう地元に残ってるんだけど、でもそういうのってさ歴史のこう長い歴史から言えばさこの攻められたこの挙兵する北条のあの小田原攻めで終わりじゃん、うん、だけどここまで来るとさこういう地元のさ噂っていうかさ、うんうん、伝承みたいなの残ってるわけじゃん。そうするとそういうさ名もなき武将が、うん、裏切ったりとか、うん、切腹したりとかそういった話っていうのが出てくるからね、やっぱ現地来るって大事だよ、うん、現場主義現場主義で俺は現場で頑張りますんで。ここはテーブルだけで、ね、ここは大根。そうだね、机のだけ上だけとか、うん、本だけで学んだことじゃなくて現地来てね、うん、まあそれが真実だろう嘘だろう関係ないの。そうやって地元に残るってことはそういうね、うん、大事なね伝えたかなきゃいけない歴史だから。そうだ ね行こうね、子供たちが畑仕事しだしちゃったからさ、先に進もう。ちょっと取れない。行くぞ。ちょっと取れない。大根取れなかった、ね、素敵なもんだね。素敵なもんだよこれ。北の なんとか出てきた出てきた。待ってね、ちゅーちゃん危ないよ。
けい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 け。コンクルは。なんだこれ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 は。コンクルは。面白い。ありがとう。なんか手作り感がすごいね。ここもともと市場だからメインの住むようなとこじゃなくて。うん、この先にある沼田城を補佐するためのお城だから、うん、とかあと真田で言えば沼田を攻略するための拠点みたいな感じだから、うんうん、ここで別に住んだりとか、うん、近くで、ま、村を作ったりとかそういうことじゃなくて、あくまでも攻めるための拠点だから、うん、一回ここで兵を詰めさせて攻めるための下準備ここでして突撃みたいな。なるほど。わあすごいいい景色、ヤッホーって言ったら帰ってきそうね。なにこれ、なに抱っこしろってことかい。よいしょ、やっほー。よし、いた。ほらおいで。すごい、最後の車、最後の車。あ、すごいね。手つなぐから大丈夫だよ。うわすごいね。確かに怖いかも。おお、腰が抜けた。腰が抜けた。怒ったら大変よ。大変だよ、だから今まで。あ、その先危険だな。おーしっぺささくるわ、ささくるわ、ささくるわ。うわすごい。あ、すーちゃんそこまで、そこまで。すげえ。うわ、めちゃくちゃよく見えるね。すごい一望できる、ね、ここにも、そう、あの先にもお城があったりとか、うん、あの辺かね、うん、それ神様にお供えした。多分それぞれのさ、高いあの辺の山の頂上とかに砦があって、うん、敵が動いたかどうかが見えるようにしてるんだよ、うん、沼田城その辺かな。沼田城右側、うん、多分この俺が向いてる方向で合ってるんだけど、あの辺か、あちらへん、うん、ヤッホーする。ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー、えーお、えーお、えーよれよれよ、えーよ、いーよりろ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 れろ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 、オーライオーライ。あの辺だね。あっちか。目と鼻の先ってやつだよ。はい、受けとこいに行こう。まあ鼻が低い人はね、そんな目と鼻先ってすぐその辺だけどさ。平たい顔族の人には。平たい顔族はあの辺だけど、でも普通ならあの辺だよ。もう目と鼻の先だよ。そっか。ねえ。すごいね。ここ本当もうすぐそこで敵がいたんだよ。もう目の前に。怖いね。すごくね。というわけでね、はい、名古屋城来ました、はい、いよいよ群馬でいいお城もね少なくなってきたけどね、はい、できる限り行こう、はい、ね、群馬県民として。そうだね。よし、じゃあ次の動画でお会いしましょう、はい、バイバイ。